群馬県の農地は県東部の平坦地帯から県北西部の中山間地帯まで標高差が約1400メートルあります。首都圏近郊という立地条件を生かして米や野菜のほか、こんにゃく、キャベツなどの高原野菜など様々な作物を栽培する農業が展開されています。私たち農業土木職員は魅力ある産業として発展し続ける力強い農業を実現するため、農業の収益性の向上を図る生産基盤整備と、農作物の栽培に欠くことのできない農業用水を農地へ安定供給させるために頭首工、用水路や水道といった農業水利施設の整備・補修を行い、安全な環境で安心して暮らせる農村となるよう安全・安心な農村づくりに取り組んでいます。また魅力ある農村の構築と地域資源を生かした中山間地域の振興にも取り組み、豊かで成長し続ける農業・農村づくりを目指して日々業務を行っています。入庁6年目の東部農業事務所農村整備課の新津です。私は老朽化した農業用水路の改修工事などに携わっています。具体的には工事を建設会社に発注するための設計や積算、工事を発注した後は現場監督を行っています。現在工事の発注に向けて設計をしている段階ですが、現場へ行き水路の状況を自分の目で確認した上で、市町村や地元の農業団体などの意見を聞き、設計会社と打ち合わせをしています。入庁1年目に世界灌漑施設遺産に登録されている甘楽町の小川堰の改修工事を担当しました。通常の工事と違い、歴史的価値を損なわないよう工事しなければならないので大変苦労しましたが、先輩方のフォローもあり工事を完成することができました。地元の方から感謝の言葉をいただいたとき、この仕事をやってよかったと感じました。群馬県職員としての仕事は責任も大きく、時には多方面との調整や技術的な課題の検討など大変なこともありますが、やり遂げた時の達成感は格別です。一緒に群馬県の農業農村の未来を支えていきましょう。